ルドルフ一世、ルドルフ一世、ルドルフ愛、ルドルフフォンハプスバーグ、1218年5月1日から1291年7月15日は、ハプスブルク家における最初の神聖ローマ帝国君主、ローマ王在位、1273年から1291年。ハプスブルク博としては、ルドルフ四世、日本語ではルードルフとも表記される。 ルドルフ一世のローマ王、ドイツ王選出によりハプスブルク家の名前が初めて歴史の舞台に現れ、彼の時代にハプスブルク家はヨーロッパ有数の家門に発展する。神聖ローマ帝国の大空位時代の中で1273年の国王選挙において選定校たちはルドルフを挙しやすい人物と考えてローマ王に選出し、大空位時代は終結する。ルドルフの取った 外交政策と軍事政策は成功を収め混乱の続いていた帝国に20年近い平和をもたらした。そしてルドルフは諸行の思惑に反してハプスブルク家の富と権力を増やしていき新生ローマ帝国に地盤を作り上げた。ボヘミア王をおたかる二世に勝利した後ルドルフはウィーンに一門の拠点を移し20世紀に至るまでウィーンは ハプスブルク家の本拠地とされる。1218年5月1日に、ハプスブルク博、1188年から1239年、トウルリヒ三世の娘ハイルビヒ、1260年没の間に生まれる。アルザス北部のリムブルクバイザスワッハーデルドルフが誕生した伝承があるが、伝承の真偽については疑問が持たれている。ハプスブルク家に信頼を置く。 ローマ皇帝フリードリヒ2世がルドルフの名付け親となった。13世紀半ばのフリードリヒ2世とローマ教皇の構造においては、ルドルフは父アルブレヒトと同じく皇帝派ギベリンに組みし、ハプスブルク分家のラウフェンブルク家と戦った。1240年に父アルブレヒトが没した後、ルドルフは家督の継承から数年の間に、 ラウフェンブルク家から土地を奪取していき、勢力を拡大する。勢力拡大の過程では、母方のおじである、キーブルク博ベルナーに土地を要求して争った。バーゼルに野衆をかけた際に、女子修道院に放火し、そのために、教会から波紋を宣告されが数年で波紋をほぐれ、おじベルナーとも和解した。1250年に、フリードリヒ2世が没した後、ルドルフは、彼の意地である。 ローーマ王コンラート四世に仕える。1253年、ルドルフは、シュバーベンのホーエンベルク博の娘ゲルトルートと結婚する。1264年に、母方の実家である、キーブルク家の男子が断絶すると、ルドルフは、母方の重慶、ハルトマンの娘、アンナの後見人となる。ルドルフはアンナを、ラウフェンブルク家のエーベルハルトに嫁がせ。 1273年にエーベルハルト夫妻から中央スイス各地の支配地、ツークなどの都市を購入し、親の代に分裂したハプスブルクの支配地を再統一した。しかし、契約文書の中に購入地として記載されていないオプバルデンが散脱された形で、リドルフの手に渡り、買収金も全額支払われなかったため、ラウフェンブルク家には大きな不満が残る。 本拠地のアルザス、文家から買い戻したスイスの領地からの収入により、ルドルフは世俗諸公中で先帝公に次ぐ資力を有するようになった。ハプスブルク家はスイス最大の封建領主となるが、帝国全土ではシュバーベン地方を除いて無名に近い存在だった。13世紀半ばからのローマ皇帝フリードリヒ2世とローマ教皇庁の構想は中央における ローマ帝国の権威を衰退させていた。教皇庁の軍事力を支える帝国の混乱は、教会が所有する土地の治安の悪化もたらしていた。シチリア王シャルル一世は、老いのフランス王フィリップ三世をローマ王に推薦しており、王権を強化しつつあるフランスが、新生ローマ帝国をも併合する可能性が生まれていた。1272年に皇帝候補に挙げられていた名ばかりのローマ王。 コーンウォール博リチャードが没すると、教皇のレゴリウス十世は選定校たちに、神聖ローマ帝国の君主の決定を強く求めた。国王選挙の主導権を握るマインズ、大司教ベルナーフォン・エップシュタイン、ライン級中博ルートビヒを通して、選挙を進めるニュルンベルク城博、フリードリヒの2名はルドルフを、ローマ王にこもした。ルドルフは選定校の誰とも、死闘状態、フェデになく、 世俗諸公からは、凡庸な同輩とみなされていた。選挙当時50歳を超えていたルドルフは当時としては、すでに老齢であり、選定公たちは、ルドルフの統治は短期間で終わると考えていた。また、ベルナーとフリードリヒは、皇帝フリードリヒ二世が没した後も、法円主タウフェン家を支持し続けるルドルフの義理権を評価していた。国王選挙の当時、ルドルフは、 バーゼル司教ハインリヒト、土地、権限をめぐって争っており、バーゼル氏に包囲を敷いていた。1273年9月20日、ルドルフの陣営を訪れた、ニュルンベルク城博から、ローへの選出を知らされ、思いがけない知らせにルドルフは驚愕した。すぐさま、バーゼル司教と講和を結んで包囲を解き、選定公会議が行われているフランクフルトに向かった。ルドルフは、 アーヘンで体官を受け、その後報道の授与を行った。即位に際してルドルフは、グレゴリウス10世に即位の承認を求める嘆願書を提出し、グレゴリウス10世から認可を受けた。ルドルフは、帝国人民と教会の両方から即位を認められた、大義を得、1275年にローザンヌで、グレゴリウス10世と会談を行った。また、ルドルフの即位に伴い、 王妃となった妻のゲルトルートは、アンナと呼ばれるようになった。しかし、選定校の内プシセミスル家のボヘミア王オタカル二世のみは、ルドルフのローマ王選出に反対し、ルドルフを貧乏博とけなした。オタカル二世もローマ王の候補に上がっていたが、他の選定校たちは、野心的なオタカルを警戒していた。ルドルフのローマ王としての最初の任務は、 東方で勢力を拡大するオタカル二世に勝利を収めることであった。1246年にオーストリア公国を支配していたバーベンベルク家の男子が断絶した後、オタカルはバーベンベルク家の公女マルガレーテと結婚し、婚子としてバーベンベルク家の領土を獲得した。1261年にオタカルはマルガレーテと離婚するが、離婚の後も旧バーベンベルク領と、 領地から上がる収入を確保する権限を放置していた。このオタカルの旧バーベンベルク家領の獲得を、ルドルフは不当なものとみなした。1274年11月にルドルフは、ニュルンベルクで帝国会議を開催し、諸侯に不当に獲得した新生ローマ帝国の財産の返還を呼びかけ、国王と諸侯の協議を経た再授与を試みた。オタカルにも出頭を求めるが、 オタカルは会議の場に姿を現さなかった。ルドルフは、オタカルの帝国会議への参加の拒否、報道、霊園授与の申請のおこたりをとがめ、1274年11月に、彼に帝国追放令を出した。アウクスブルクで開かれた帝国会議にもオタカルは出席せず、司教を弁明の使者として派遣した。会議の場で、ゼッカウ司教が、 ラテン語による弁明を述べ始めたとき、ルドルフは、バニール大勢の人間は理解できない、ラテン語での弁明を止めさせた。反教皇の感情を持ち、これまで外国人が、ローマ王に立候補していた状況に不満を抱く者が、多い帝国諸行を、ドイツ語とラテン語を対比させる手法でまとめ上げ、反オタカルの意志を一体化させた。オーストリアの貴族と、高位聖職者も次第に、ルドルフを支持し始め、 民衆の間にもルドルフに対する行為が浸透していった。1276年6月、ルドルフは出頭に応じなかったオタカル二重帝国追放令を出し、オタカルがボヘミア王に即位した後に獲得した領地の没収を戦した。同1276年にルドルフは諸公を率いて、ビーンの方位に向かい、同年11月にオタカルは降伏した。 オタカルを下したルドルフはオーストリアにラント平和令を交付し、貴族たちに厚い待遇を提示して、怪獣を図った。都市や修道院に対しても寛大な態度をとり、オタカルに交遇された勢力を味方に引き入れることに努めた。一方、オタカルへの帝国追放令が取り消されると、オタカルはルドルフとの再戦に向けて、軍備を整え、ニーダーバインエルンのハインリヒラ、 オタカルの支持者もルドルフに反抗した。オタカルは、ハプスブルク家とプシェミスル家の婚姻の計画を破棄し、家臣と同盟国を集めて、ウィーンに向けて進軍した。1278年8月26日に、マルヒフェルトの戦いでルドルフは、ボヘミア軍を迎撃して、勝利を収め、オタカルを戦死させる。さらにルドルフは、ボヘミアモラビアに進軍するが、戦況が到着し、 両軍は和平を結んだ。この時、ハプスブルク家とプシェミスル家は、両家の和解を促すために合同結婚式を取り行い、ルドルフの息子ルドルフは、オタカルの娘アグネス、アネシカ、ルドルフの娘グタ、ユッタはオタカルのコベンツェルと結婚した。ボヘミアとの戦争を終えたルドルフは、フリードリヒに政治代に悪化した帝国と、教皇庁との関係の修復を試みる。 前のローマ皇帝たちが取ったイタリアへの積極的な介入は行わず、家領の確保に努めた。1279年に帝国がイタリアに有していた権利の多くを放棄し、行政の権限と行使者をローマ教会の権威に服させた。同年にロマーニャ地方を教皇に寄進した。ロマーニャの寄進によってシチリア王国に対する教皇庁との同盟が成立し、 ルドルフが有するローマ王位の世襲化も検討された。1281年にアルブレヒトをオーストリアの両方摂政に任命するが、オーストリアの貴族たちはアルブレヒトの政策に恐怖を抱いたため、上級両方貴族、ラントヘルにアルブレヒトの補佐を任せた。1282年12月にルドルフは諸侯と交渉し、プシセミスル家からオーストリア、シュタヤーマルク公。 ケルンテンを没収した。ケルンテンは、チロル博、マインハルトに与え、入念な手続きを経て、オーストリアとシュタヤーマルクを、長子アルブレヒトと、ジシュルドルフに、ホード、レーンとして与えた。また、エーガーとエーガーラントは、帝国の直属領に編入される。最初アルブレヒトとルドルフが、オーストリアの共同統治を行っていたが、1283年6月1日の、 ラインフェルデンの契約によってアルブレヒトが単独のオーストリア両方君主となった。リドルフのドイツ王の権限を利用して一門の利益を増やす下粧政策によってハプスブルク家はスイスからオーストリアに支配地を広げた。一族が本拠としていたアールガウのハービヒツブルク城からを経てウィーンに本拠地を移した。オーストリアではアルブレヒトとシュバーベン地方出身の家臣団がしく、 強圧的な統治が現地の人間の演佐の的になっていた。1287年、ウィーンでアルブレヒトの統治に対する反乱が発生する。1290年にハンガリー王、ラースロー4世が没した後、ルドルフはハンガリーへの介入を試み、ハンガリー王位を長子アルブレヒトに与えた。しかし、ハンガリーの貴族、 聖職者によって擁立されたハンガリー王アンドラーシュ三世はザルツブルク大司教コンラートと同盟してオーストリアに進軍しアルブレヒトの軍を打ち破った。また国庫から帝国諸公と都市の争いの仲裁に必要な資産が欠乏しつつあり、ウルゴーニュ地方をめぐるフランス王フィリップ四世との対立が帝国の安定を脅かしていた。先帝皇たちは成長したハプスブルク家。 アルブレヒトの性格と素質を恐れ、アルブレヒトのローマ王選出を拒否した。1291年7月15日、ルドルフはシュパイアー氏に向かう途上、ゲルマースハイムで没した。選定校たちは王権が制限された連邦制国家の存続を望んでおり、ルドルフの死後に勢力を拡大するハップスブルク家からローマ王位を没収し、ナッサウ家のアドルフをローマ王として選出した。 ルドルフ一世は、長身で再建の肩幅が広い、小さな頭の人物と伝えられている。髪は薄く、特徴のある大きな和芝ナの持ち主だった。ハプスブルク家の歴史家たちは、ルドルフの体力、気力、知恵を称賛した。だが、歴史家が記す温厚かつ謙虚な、ルドルフの態度は、かえって彼が老化い、陰険な人物という印象を抱かせることもある。 カール大帝との同一性を権限するために、寛大さが強調される一方で、起点の速さ、冷静な判断を示す記録も多く残されている。大位に就いたルドルフは、姿勢の方針でも寛容性を前面に出し、当時諸侯の間で頻発していた死闘を禁じて、帝国の治安の回復を図った。高刈りに出たルドルフが道中で出会った司祭を助け、司祭から、 ルドルフの信仰心と器量を聞かされた、マインツ大司教がルドルフをローマ王に選出したという有名な伝承は、没後の比較的早い時期に成立した。アーヘンでの報道の授与の際に儀式に必要な王尺が見つからず、儀式を妨害しようとする人間まで現れたが、ルドルフは祭壇の卓形にされたキリスト像を手に取り、神聖な式典にふさわしいものとして、 王爵の代用とする基地と信仰心を示した伝承が残る。戴冠式の時、空に十字型の赤色の雲が浮かんでいた、ルドルフの信仰心を強調する伝説も存在する。ローマ皇帝フリードリヒ二世が、ハプスブルク家に、ウーリの帝国大官職を与えて、以来、ハプスブルク家は、スイスの都市と敵対したが、ある時は、都市間の構想の仲裁者も務めた。 ルドルフ一世紀のスイス統治は中世スイス国家の形成に深く影響を及ぼした。市民と司教の抗争が起きるシュトラスブルク、ストラスブールにおいてルドルフは市民側を支持し、1259年に母ハイルビヒの土地の返還を拒否したシュトラスブルク司教を主から追放した。ローマ王選出直前にルドルフは ラウフェンブルクイコールハプスブルク家から土地を購入したことで、東はザンクトガレン、西はアーラウ、北はライン川北岸、南はウーリに広がる支配領域が形成され、スイス北部に海上の支配地を減出した。そして、リドルフはこれまでにハプスブルクが所有していたアルザスの領地と北スイスの支配地を結ぶ要所であるゼルの制圧を図った。 1264年に強硬派、ゲルフのハインリヒホンノイエンブルクがバーゼル主教となり、ルドルフはバーゼル氏と衝突した。ルドルフのローマ王選出直後に結んだ和平によって、バーゼルの独立は維持され、アルザスとスイスにまたがるハプスブルク両方国家の成立は中断した。ローマ王に選出されたルドルフは、これまで敵対していたスイス都市共同体に自由と自治を保障する。 保護者に立場が変わる。ウーリに自由と自治を認める帝国自由の特許状を承認したが、シュビーツには特許状を認めなかった。ルドルフはローマ王座移中にオーストリア獲得に注力しており、スイスでは積極的な抑圧策をしかなかった。だが、ルゼルン、ツーク、グラールスなどのスイスからアルプス山脈を越えて平野部に出るための用地を購入し、 スイス都市に包囲を敷いていた。1280年代末からスイスに積極的な介入を行い、独立性を高めていたウーリー、シュビーツ、ウンターバルデンの森林三州と対立する。1291年にルドルフ死去の報告がスイスに届くと、1291年8月にウーリー、シュビーツ、ウンターバルデン、ニトバルデンの代表者がリュートリで密かに会合し、 を結んだ伝承が残る。1253年に、ソレルン家のホーエンベルク博、ブルクハルト5世の娘ゲルトルート、1225年、原1281年と結婚し、多くの子を設けた。ゲルトルートの死後、1284年に、カペー家のブルゴーニュコを遊具4世の娘イザベラこと、エリザベート、1270年、 から1323年と結婚した。二人の愛の子はおらず、イザベラは、ルドルフの死後、ピエール・ド・シャンブリーと再婚した。婚姻外交は、ハプスブルク家の発展の原動力ともいえ、ルドルフも婚姻を通じての外交関係の構築を展開いた。ゲルトルートとの間に生まれたこのうち二人を、ボヘミアのプシェミスル家の人間と結婚させ、ボヘミアへの影響力を強化した。 帝国諸行のもとにはマティルデとアグネスを嫁がせ、さらにはイングランド王国とナポリオ王国との婚姻関係の構築も計画していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。